シティファミリーカモウラは愛知県名古屋市港区跡にあるマンションである。名古屋港に面した野崎地区の公営住宅群の再開発の一環として建設された名古屋市港区発のタワーマンションである。ウォーターフロントの開発による魅力ある市街地の形成としてカモウラウォーターフロント整備などと共に計画され名古屋港に望むように建設されたもので、 港湾地区のランドマークとして、景観を作り出す役割が期待されたウォーターフロント、超高層ビルである。入居に、所得制限のある、市営住宅建て替えに伴う転居先としての、市営住宅部分と、所得制限がない中所得者向けに、国から補助を受けて建設される低住促進住宅が一体として、建設されたため、同じマンション内で、 家賃や適用される条例も異なる二つのタイプの入居者が共存する形となっている。同じの関地区にあり、1999年と、ほぼ同時期に建設された名古屋市営港層一棟と、高さもほぼ同じため、遠くから見ると、ツインタワーのように見える。2011年6月30日の名古屋市海底例会で、津波避難ビルに指定されているにもかかわらず、 傍聴堤の外側に建設されていることが問題となり、住宅都市局長がその事実を認めている。ありがとうございます。